大きくなったら何になりたい？これは大人か子供に聞く定番の質問ですね。子供という仕事は、スポーツのような光り輝く仕事ではなく、医者のような憧れの仕事でもなく、子供がなりたい職業には選ばれないかもしれません。しかし、私が大学を選んでいるときに、ふとこうしたことが心に浮かびました。もし私が医者になったとしても、清潔で安全な施設が必要になるし、患者が緊急搬送される際には、舗装された道路も必要だと。この思いがきっかけで、私は土木工学に進もうと決めました。一般的に土木とは、建物やフロールや橋を作り、整備することだと考えられています。なぜなら、電車の窓から見える光景には、そのようなものがあるではないでしょうか。人は表面的な部分からその職業を判断するからです。しかし、実際の土木には、建てる、作るだけではなく、社会福祉的な一面があることはあまり知られていません。ですが、我々は世界の安全な未来を創造するために、そのような側面を意識的、常に意識的して仕事をしています。20世紀初め、タイのインフラはドラマチックに発展しました。タイ国鉄が日本の技術や車両を購入し、鉄道網の近代化を進めたことによって、首都バンコクに収集している経済や教育や福祉、関連の仕事が公開にまで発展してきました。私が高校生の頃に、首都にしかなかったレベルが高い塾にも通えるようになりました。最近では土木工学は若者に人気となり、タイの土木事業は日本の会社も積極的に関わるようになりました。2004年12月、スマトラ島域地震による津波で、タイは大きな被害を受け、約5400人が亡くなりました。その際、タイ政府は日本の津波対策技術を参考にして、警報システムを購入したり、防波堤の建設を進めたりしたことで、タイの防災力を強化させました。他にも、2011年11月には、メコン川周辺の甚大な洪水被害の復旧復興を支援するため、日本政府は専門家をタイまで派遣しました。このように、タイと日本の友好関係の象徴となり、今もタイの大学も学校もの教科書に掲載され、多くのタイ人が日本の土木技術支援の恩恵を感じています。タイに対する日本の技術支援を機に、私は日本の土木工学を学びました。日本で留学生活を始めてから、土木は自分が想像している以上、広い学問であることが分かりました。特に水、土、
緑のある自然環境を探求するような学問であることから、教科書だけに頼らず巨人の肩の上に立つような視点に立った研究活動が必要になりました。講習会への参加や研究成果の発表、研究室での先輩方との意見交換などさまざまな議論できる機会を通し、私は新しい知識を吸収することができました。これは単なる情報交換だけではなく、異文化間の心の距離さえも縮まることを実感しました。現在、日本では土木関係で働く外国人が多くなってきました。日本人と外国人の国際交流はまるで異なる世界をつなぐ橋などようなものであり、人々がその橋を往来することで相互理解を深め、差別や偏見も乗り越えられるものなのではないでしょうか。土木が作っているのはそのような橋なのです。外国人である私にとっての土木は異世界からの仮想機を、つまり Worldwide Connected Civil Bridge のようなものです。私が勤めている会社には創造する心に国境はないという信念があり、国内外における土木事業を通じて地域間、国際間の距離を縮め、より深く交流できる仮想機を作っています。私はこの先も土木事業に携わる者として、世界中の国の人と一緒に未来を築くリーダーになろうと思っています。ご清聴ありがとうございました。Thank you.